カブトガニみたいやね。そう。とっさーの。何？さっきからめっちゃやってるけど。今日でルパをマッサージしようかなと思って。やらんよ。とっさーん。全然変わってない。言わんといて。やらせんといて。I'm sorry。誰や？イメージないで。柔らかいわ、キャベツ。柔軟性がある？あんまそんな言い方せん。早いな。こっち味噌汁よ。と先全部切っちゃうわ。なるほどね、作戦 A。 これ新人参ってさ、あんま効かんくない？柔らかそうよ。皮が薄そう。どうしようかな。なんとなく輪切りにしちゃったけど。キュウエリンか。キュウでもないのよ。これは、本当にして、やっぱエリンギは T の形してるからいいよね。そんな愛着あったんや。今日のメイン。今日のメイン。今日のメインは新玉ねぎ。気になった。なんでや。あ、全然半分じゃなかった。いや、これ難しいよ。お、何それ。え、ちょっと中くり抜きます。くり抜いてる。どうやったら綺麗に抜けるやろ。ちょっとなんかうまいくり抜き方ないかな。外してさ、これでいいや。なるほどね、これが正解です。スプーンでやるやつはもう失敗。失敗。確かに。あんま言いたくないけどね。左の方が綺麗やな。左？上？え、左上？うん。え、この辺はみじん切りします。みじん切り？うん。だからこれもう絶対スプーンは違います。くり抜いた部分はもうみじん切りや。みじん切り。え、もしかしてこれ捨てるわけではないよね。シュレッダーみたいな感じじゃないよね。違うよ。個人情報載っけてない。わかった。何？みじん切りだ。言うてるやん。それは言うてんのよ。はい、これで切るの終わりです。じゃあまずはサラダから作っていきましょう。シャキットコーン出ました。最高やね。お酢？うん、お酢ちょこっと入れすぎた。ちょっと笑かさんといて。コールスローってどっからがコールスローなの？確かに呼ぶってことやし、投げるってことやから、うん、だからコールスローは投げて呼ぶってことだ。だからほら合ってるやんね。うんうん、うん、え、うん、豚肉ミンチ、うお、266g、393円。今日食べるのは半分ぐらいかな。多いかな。まあいいや。ちょっと玉ねぎ多かったかな。え、マヨネーズ？一応パン粉も入れよう。パン粉？片栗粉いいかな。入れとこう。まあ、味付けにマヨを使っちゃいましょう。あー、もうこれあれだ、笑顔確定だ。卵はなんか量少ないからいいかなって。それお皿？玉ねぎが乗ってるやつ。ちょっとくっつくように片栗粉をちょっとまぶしておこう。こっちは普通にハンバーグ的に焼くわ。なるほど、うん。玉ねぎいきます。はい。こうこう。逆に最初はこう。誰や、かわいいやついた。うわ、おいしそう。
ベツ。綺麗やな。エビもいるよ。うわ。春っぽい。かわいい。完成。開けるよ。うわ。いい感じじゃない？いい感じ、4個。いい感じやね。柔らかそう。バターです。うわ。飛んでちゃった。お醤油。玉ねぎをあくまで楽しみたいからね。なるほど。はい、完成です。やばい、めっちゃいい匂いしてきた。あの奥の一個は明日食べるようだ。明日のお弁当用でおネギかけます。おネギ、濃厚ないい匂いすぎて、もう換気扇じゃもう取れない。こじゃれすぎた、ちょっと。いや、これこじゃれすぎてるのか。よくわからなくなっちゃった。完成。いただきます。これは美味しそう。エビとキャベツの味噌汁、あったまる。エビがいい感じね。なんかちょっとしか入れてないのにさ、うん、すっごいエビの味するな。のバニラエッセンスや。エビは魚介のバニラエッセンス。ややこしいで。あ、これケンタッキーのコールスロー、ほんとこれ。あ、こんな感じ。うん、美味しい。人参めっちゃ美味しい。玉ねぎ甘いな。切って出した方がいいな。新玉ねぎよりでも新人参やな。俺らがこのおじいちゃんおばあちゃんになった時に、うん、どこまで時代がいってるか。 iPhone は間違いなくハンドレット言ってるやろね。その iPhone あれ1年に1回やったら違うか。62 呼びにくいな。62まで行ってる。おじいちゃんになってこう杖つきながら、うん、ホログラム見ながら孫とこう話すっていうのはまああるやろ。杖はつかんなんかな、その時。なんとかなってない。確かに。ってことはその時には腰曲がってないかもしれんな。なるほどな。うわ、こんな話してたらもう朝まで行っちゃうわ。尽きんな。楽しすぎる。楽しいな。ちょっとやめよう、もう俺あかんわ。あかんこれはやることあるもん今日。もう死んで燃える時も転送的な。あ、なるほどね。うん、天国へ。こうデータ転送や。データ転送、ベチャってなんか紙みたいなやつをまずここの俺の死体にこう押し付けて、この体がお墓になるようにこう。そういう肩取って。でも凍ってる俺を見ながらもうお葬式。嘘。うん、悲しめるかな。いやいや、悲しまんでいいよ。それはもういつでも DNA 取れるわけやから。あ、クローンいつでもできる。いつでもできる、それで。ごちそうさまでした。美味しかった。新シリーズ。この人ってさ、気絶するんかな、本当に。それはもう、あれ、あんなうまいことなのかな。の、嫌やと思うんけどさ、うん、やっていい。いや、かん試さんといて。なったら嫌やし。なったら嫌やな、うん、じゃやってくれる。やらない。やんのも嫌や。変なこと言ってるよ。3月の終わりにごめん、変なこと言ってもらった。